はい、今回はバンダイから発売された歴代のミレニアムゴジラのレビューをしてみようかなと思います。はい、まずはこれですね、まずはこのゴジラ2000が出た頃ですね、その頃はまだ東方怪獣シリーズっていう感じで、いろいろ、前のソフビが、ちょっとちっちゃいサイズで出始めてたんですけれども、その時期に、ちょうどゴジラ2000が上映されたんですね。その時に、G16 ということで、他のゴジラアイランドとか他の、ゴジラシリーズのソフビたちと同じシリーズの中として、発売されてきました。これはでかなりかっこいいんですね。これやっぱミレゴジのこの紫の背びれとかがちゃんと表現されているし、あとこの特徴的な顔っていうのもかなり出てる感じですね。で、これが、通常版、こうおもちゃ屋さんとかデパートとか売ってたやつですね。で、こっちが、劇場版ですね。もう見ての通り劇場限定って書いてあるんですけれども、中身は、タグは一緒なんですけれども、まあ、ステッカーがこう書いてあるのと、ステッカーがあるの、当時の値段もついてる。で、この、そうだな、フィギュア自体がこう、透明感があって、中にこの、オレンジっぽいものがあって、で、ちょっとラメが、って入ってるのが特徴です。これも結構、劇場限定とは書いてあったんですけれども、結構劇場では、結構入手がどこでもできた記憶があります。で、こちらが何度でも結構なんか前の動画でも、出てたものなので、これちょっと非省略します。で、まあこれがゴジラ2000の時、発売されたフィギュアたちでございました。はい。で、この次が、ゴジラ VS メガギラスの時に発売された、フィギュアたちですね。まずはこの劇場限定版の、ゴジラですね。型はもう前のミレゴジと一緒なんですけれども、まあ塗装がだいぶオレンジのコントラストが美しいものとなっておりますですね。で、こちらがシネタウン岐阜で発売された、まあオープン記念で発売された、パールゴジラって言われているものですね。これもかなりレアなもので、入手困難なものとなっております。光に当てるとだいぶ、キラキラ度がすごい美しく、見とれてしまいますね。で、一番後ろにあるのが、これがゴジラ VS メガギラスセットに出てくる、このゴジラですね。で、まあ、違いとしては、この前、登場したこの、先ほどご案内したこのミレゴジのこのパープル、紫の背びれが、今度は透明の背びれでちょっとオレンジがかったもの塗装になっているっていう、ちょっとこれと似てるのかな。でも、体はこのミレゴジのまんまですね。で、こちらが、2016かな確か。そうだね。はい。2016年に発売されたムービーモンスターシリーズのミレゴジとなっております。で、これはまあ、オリジナルと比べるとちょっと大きさが小さい感じですね。はい。型は一緒なんですけれども、ちょっと大きさがちっちゃめとなっております。さよなら日劇ラストショーバージョンとなっております。これが2018年かな？そうですね。有楽町にある、映画館に、行って、わざわざ行って、並んで買った記憶があります。
で、これも、これのと同じ大きさの、今度は、オレンジの透明版みたいな感じになってます。で、こちらが、ゴジラストアで販売してたやつですね。ミレニアムゴジラ熱線放射バージョンですね。で、こちらに関しては、なんかちょっとメタリックな塗装になっておりまして、全体的に、なんかとっても神々しい感じになっております。このミレゴジだけなんかとってもなんかブルーなのかな、なんかメタリックブルーの感じの背びれがすごいかっこいい仕上がりとなっております。はい。こんな感じで今日はミレゴジだけをいろいろレビューしてみました。緑色のゴジラが欲しいんですけれども、まだなかなか入手ができておりません。が、まあちょっと揃ったらインスタとかでも上げたいなと思います。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。